まあ、あの来ていただければ分かると思うんですけれども、1階から3階まであのとても綺麗なジムになってます。そして多分日本では、日本の格闘技ジムではあのおそらく一番 の, あの施設だと思います。はい、見ても後ろにもリングがあるんですけれども、これもあの公式のリングで、ここのジムは他のジムと違って居抜きでできたジムじゃなくて、一からもうジムのためだけに作られているビルなので、その辺使い勝手はとてもいいと思います。はい、もちろんあの選手、プロになりたいっていう選手から、例えばあのその試合に出たい、喧嘩が強くなりたい、とか体をシェイプアップしたい、で子供たちだったら体力をつけたいとか、もう全ての人に対応できるような一応考えでやっております。はい、僕自身本当に全ての方ができるスポーツだと思ってますので、老若男女全て方ができてるスポーツだと思ってます。ただ、女性に関してはキックマックスというあのエアロビー、音楽を入れてのこうムエタイっていう、その格闘技を取り入れて踊るっていうか、なんていうんですかね、こう有酸素運動、キックボクサーサイズと言われるものをあのやってますので、それはなんかすごく人気で、もう下では入りきらないので、最近は上であのやるようになってます。はい、あ、そうなんですね。多い時では20人ぐらいの人が出てくるので、はい、で、まあうちのジム、僕が一番目標にしているのがあのジュニアなんですね。でうちのジムジュニアは実は日本で一番強いと言われているジムであって、あの毎年夏にはみんなでタイ、ムエタイってタイでできたものなんですけど、タイの合宿に行ったりだとか。あ、合宿などもやってるんですね。はい、やってますし、あと新潟に合宿に行ったりだとか、まあ本当にきついんですけれど、みんな子供たちもハマっちゃうようで、やっぱり結局自分たちが痛いから人にこう優しくなれると思うんですね。で、うちのジュニアはどこのに出しても恥ずかしくない、礼儀正しくて挨拶もきっちりできるジュニアたちなので、今時ちょっと珍しいと言われて、どこ行っても可愛がられるので、そういったジュニアはもうぜひ自分に任せてほしいなっていうところがあります。自分のこのエイバスポーツジムは、あの全ての人に対応できるような格闘技をモチーフにしたスポーツジムなので、あの無料体験もありますし、ちょっと興味があるなとか痩せたいなとか、あのそういう人はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。